おはようございます。3月6日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円でございますが、136円の1525の売りから、136円の40ストップ、135円の6050利食いで、ユーロドルは 1.061505 押し目の買いから 1.0590 ストップ、1.066070 利食い。ユーロ円は144円の4050売り、144の65ストップ、144の05、143の95の利食い。ポンド円、163円の6070売り、163円の95ストップ、163円の05、162円の95の買い戻し。タイドルは 1.2010、1.20ちょうどで買い、1.1980ストップ、1.206070利食い。オージー円91円8090売り、92円の25ストップ、91円の2010利食い。タイドルは 0.676575 の売り、 0.68 ちょうどでストップ、 0.671505 で利食い。ニュージー円84の6070売り、84の95ストップ、84の10ちょうどで利食い。タイドルは 0.623040 売り、0.6260 ストップ、 0.617060 利食いを考えました。米債の利回りが低下をしてきていることによって、136円台が重たくなり、ずるずる崩れてきた135円台後半です。今下げ止まるというよりも、とりあえず136円台の上値が重たいので、135円のミドルが、アジアで止まるかどうか、欧州時間になったら潰される可能性があります。とりあえず、売りから入って、5円の5丸手前で買い戻しをして、欧州時間を待つようなイメージで、見てみたいというふうに考えております。また本日何かございましたら、ぜひよろしくお願い申し上げます。ちょっとお聞き苦しい声で大変申し訳ございません。よろしくお願いいたします。